皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ、斎藤元彦兵庫県知事46の疑惑告発文書問題で、県議会定数86が19日に知事不信任決議を全会一致で可決しました。斎藤氏は地方自治法に基づき、10日以内に辞職、失職か議会を解散するかの判断を迫られています。タイミリミットは29日ですが、 議会運営をサポートする議会事務局は斎藤氏がいずれかを判断する日時の常識がどこまで通じるか一末の不安があるようです。写真、有名女優2人の横で嬉しそうな斎藤知事斎藤氏の選択肢は4つです。1失職、2辞職、3議会を解散して続投、4議会を解散した上で辞職のダブル選。事務局によると辞職 の場合、30日午前0時に自動的に失職することになります。この3連休、斉藤氏は NHK や民放各局の複数のテレビ番組に出演。自らの身体に関して、私自身も気持ちの方向性は固まりつつある、などと繰り返しています。もし史上初の議会解散を選択するなら、のタイムリミットは、知事から議会解散の通知が議長の手に届いたとき。 つまり物理的な期限は29日午後11時59分です。29日は日曜日で兵庫県議会は休会です。もちろん議長も不在です。通常は知事からの通知のタイミングは常識の範囲内でというのが事務局の見解です。辞職を選ぶ場合は手続き上のハードルは高くなるそうです。知事が退職届を提出し 本会議で同意されれなけけばいけません退職届の提出のタイムリミットは29日ですが、休日の日曜日に本会議をやりますと、すぐに開けるものではありません。退職届をいただいてから、本会議にいつかけるかとなります。本会議の運営調整は容易ではありません。ここも、常識の範囲内でということですが、そもそも。 隣の家に回覧板を持っていくわけではありませんのでと前置きし、常識が通じるならば退職届、議会解散の通知を出すということを打診した上で出し、それを受けて開催する日を決めないといけません。10日以内の最終日となる29日は、あくまでも物理的な期日です。29日に退職届の提出があり、そこから本議会を開くことは通常はありえないです。 議会を解散して続投、議会を解散した上で辞職の選択の手続きは、さらに時間が必要です。支持がすべてをやっているわけではなく、事務方さんが動いてやっています。ど、にや、深夜は普通はありえないのですが、ゆいが独尊独りよがりでは何も進みません。支持不信任決議が全会一致で可決も、取材に応じた斎藤氏は、これからじっくり考えていきたい。 重い決断になるので、しっかり考えて判断していきたいと述べました。その言葉のニュアンスは、この3連休にじっくりと時間をかけて、熟考するようにとれましたが、この週末にはテレビ生出演をはしごし、これまで改革、実績を繰り返し、アピールし続けています。予測は不能です。果たして、常識は通じるのでしょうか。松浦隆 日刊スポーツコムコラム「なにわのベテラン走る南へきたへ」どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。